宴のお時間です。あなたの未来がつい行く。私の未来を紡ぎゆく。おや、あなたは獲物でしょうかそれとも。<laughs> やはりそちら側でしたか。ふうつまらないですね。 殺すまでもなさそうだ。さあ、追い詰めてください。私が力尽きるまで。あなたがいて、私がいる。ああ、素晴らしい。二番目に楽しめた宴。ありがとう。ございました。もう誰もいないのですか 私を一人にしないでください喜びなさい楽しみなさいそうそれでいいのです。見てください。あんなに傷ついて、生き耐えて。<laughs> 申し訳ありませんが。 邪魔はしないでくださいね。殺しに飽きたのですかまあ、深くは問いませんが、追われる道を選ぼうとは、あなたもおかしな方ですね。殺しなさい、おのが本性の赴むくままに。ふん。あなたはあまり、 私を恐れてはいないようですね。あなたがどこで何をしてきたか、一つ尋ねてみましょうか。そうかいがいしく尽くさずとも、別に構わないのですよ。ふう、一息つけましたよ。<laughs> どうやら切り方を教える必要はなさそうですね。 宴のあとほど寂しいものはありませんそうでしょう <laughs> 私が求めたものはこれではなかったのに意外と長く生きられるものですね <laughs> 素晴らしいお手並みです妬ましくなるほどに。 これが心づくしというものですか？ご苦労様でした。そう言っておきましょうか？少しあちらで休んできます。見張りをお願いしますね。夢を見ました。どこか懐かしく。柔らかい夢。<laughs> ついに手にした新たなる性それが天下人と何 <laughs> という皮肉でしょうああ謀反これが謀反信長子私は逃れられないのですね 私の今の気持ちが、わかりますか知らぬな。なんと楽しい殺したくない殺したいぜひもなじ。<笑><笑> 愛も変わらず、美しいばかりのお人形だ。明智様、いつもはあんなにお優しいのに。それらは全て夢。冷めるべき頃合いなのですよ。い,いえ、ずっと続くわ、ずっと。 私のような凡夫に怯えるとは。<laughs> お主が凡人冗談はほどほどにするぞよ凡夫ですとも。雅楽も知らぬただの人。言い繕っても、そなたは凡夫になれぬおじゃ。 松あなたは敏家といて幸せでしたか誰かと共にあるそれこそが人の幸せかと人とは難しいものですねよくわかりませんなぜそのような質問をとは尋ねますまい敏家ですか 追悼、ご苦労様です。お前の裏切り、それがしには下せ慈しみを尊ぶあなたには、わからないでしょうね。お前でも、そんな目をするんだな。おや,おや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 懐かしいお顔が。 消すが、貴様との馴れ合いなどいらぬ氷の面で取り繕っても、腹の色は隠せない。おのれ、愚烈な。私は、殺すことだけにすべてを捧げてきました。それで、 あんたは何を手に入れた快楽です。何者にも変えがたい、無常の快楽。哀れだな、あんた。憎しみに支配されたあなたを見てみたい。わからん。今まで戦った、どんな相手とも違う。 そのためには、誰かをいたぶるべきでしょうかこの、けどめ